これまでですね、シンポジウムあの止をさせていただきまして、アンケートの方でうちでもこんな風に準備をしていますということで送らせていただいたら、じゃあその内容をちょっと喋ってくれませんかということが来ましたので、今回ご報告させていただきます。私個人としましてはですね、学科とか学部ではなくて情報センターにいるんですが、 ただあの、システム管理とかをしているわけではありません。管理アカウントを持っていません。基本的には私の他にも何名かあの情報センター所属の教員がいるんですが、あの一番大事な仕事っていうのは、あの共通教育にあたる基礎情報処理の1と2という授業があります。まあ、いわゆる情報リテラシーに相当するもので、えー、工学部の8学科ぐらいあるんですが、 そのの年生が前期期と後期に受けるものですで私はその授業を両方持ってますしその他にですねあの主に情報系のところの Java とか unix の授業その他に、まあ、あの個人的に仲がいいあの他の、えー、学部学科の先生のゼミに混ぜてもらってまあ、卒検なんかもやってるというのでいろいろ、まあ、やってるんですが今回まああの 私がその情報センターの中で、業務的なところもちょっとあの、まあ、順繰りですけど、担当してて、システムも一応分かるということで、あの今回、オンライン授業の開始にあたって、いろいろやっております。でうちのですね、あの大阪工大は、あのまああのそこそこ歴史ありますので、あのご存知の方も多いと思うんですが、もともと工学部しかないあの短科大でした。 ただ最近あのいろいろ拡張しまして今3キャンパスあって物理的に離れてますで開始時期がちょっと違うんですけど、えー、今のところもあの全学部要するに全学的に VYOD でノートパソコンを出してましてこれがまあオンライン授業をやるには、まあ、あのとりあえず全員環境があるということでこれは非常に助かってますただますああ よりますので当然ですね、これはあの特に総合大学だと同じような状況になると思うんですが、どうしても所属教員の,あのレベル差っていうの情報に関するレベル差っていうのがあります。あの私が勤務しているのは本部に本部もある大宮キャンパスなんですが、ここではまあ一口に工学部といっても、電気系とか、えー、化学とか、ですねあと建築なんかもありますと、全然やってることが違いますので、もちろん情報の意識も全く違います。 枚方にあります、枚方キャンパスだと情報科学部でまさにご専門なので、えー、結構ここではもう、あの先生たちの間でいろいろ動いていますで、えー。あと梅田キャンパスの方でもあの、ここも割と情報がちょっと強い人が多いので、こちら、こちらでまあ動いています。で現状ですね、あの他の大学、えー、東京とか大阪の大学はそうだと思うんですが、うちの大学もこういうふうになってまして、とにかく学生はもう入ってはいけませんと。 でえー、あのもっとあの深刻なところは、まあ、教員も基本的にあの入るないうことにはなってたりするんですが、あのうちの場合、まあ、どうしてもっていう場合は、もう入っても構いませんいうことになってます。私は今日これはの自宅から配信をさせていただいてるんですがあの、どうしても対面で話すようなこともありますので、時々出勤してです、ね、事務の,の方といろいろ打ち合わせをしている状態です。 でえー、非常にですねうちの場合、これちょっとあの恥ずかしい話なんですが、非常にこう2点、3点していまして、えー、まず最初、はの3月末ぐらいですね、3月24日に、えー、それまでは、まあ、あのまだ大阪、そこまで深刻ではなかったのでどう、授業をどうするのかなと思っていたら、えー、一応予定通り4月7日から授業をやりますと。 ただし、えー、オンラインで、えー、4月20日まで2週間の間はオンラインでやりますよという通知がまずあの上層部で決めてそれの通知がありました。それを受けてじゃあオンラインの授業をやるための,あの最低限の説明をしないといけないということで4月2日に新入生ガイダンスがあったんですが、えー、その前の日ですね4月1日に、えー、主にシステム面のことで えー、私が担当になって、業務の方とずっと夜まで打ち合わせをして、じゃあ明日最低限何を配ればいいか、何をデモしたらいいかっていうのをやってたんですが、ところがですね、あのそれを4月2日に大学に出勤してくると、えー、教務課の方から連絡があって、えー、もうあの説明はやめになりました。今日は 新入生に必要な書類を回収するるのと配布するだけになみませんこれ延長って書いてますけど延期になりますという連絡が入りまして結局現在のところ5月7日から、えー、つまり今月はもう一切授業がありません。と言ってもその,あの4月2日にやったことはもう本当に最低限の,あの資料の配布と回収だけですので、えー、実際はですね今週。 13日から学部ごとにそれぞれオンライン完全オンラインのガイダンスを開始していますで一応来月の5月7日連休明けからオンライン授業の開始ということに今のところはなっています本学ではオンライン授業の種類としてこれは正式に大学として決めたんですがこの3つのうちのどれかを行ってくださいというふうにやっています1つ目が、まあ 一番単純な教材を配布して、それの課題を、教材や課題を提示して、必要に応じてそのレポートを回収する、2つ目、3つ目が動画配信型で、これは現在の今やっているような形のリアルタイム方式でやるか、あるいはオンデマンドでやるか、どちらにしても、ですねこれを授業として成立させるためには、意見交換等を行って、ちゃんと授業として成立をさせてくださいねと。 でえー、それはじゃあ、どこからやってもいいのかというと、あの正式にこれもああの案内が出まして、専任や特任教員は学内施設、ただどこ、どこという場所は限らないんですが、とにかく学内にいて、そこから配信をして、えー、学生からの問い合わせやちゃんと対応をするようにしてくださいということになりました。システムとしてですねあのー 結構これまでの,の発表も聞いてますと、まあ、Zoom 使われている方多かったんですが、まあ、昨今のです、ね、脆弱性の問題なんかもありますし、あと、うちとしては、まあ、G Suite 契約してますので、えー、いろいろ検討した結果、とりあえずあの Google Meet で行こうということになりました。ただ、あのバックアップとしても NII さんの、ねえー、WebX の無償プログラムも申し込んでいる状態です。とりあえず当面、えー、Google Meet でやって、 えー、情報センターとしても、えー、大学としてもですね、Google ミートを、えー、Google ミ、えートを推奨、サポートということにしています。ただ、学部や授業によっては、Google ミートですとあの250人までしか行けないんですけど、まあ、ストリーミングにするともっと行けるんですが、あのチャットとかを使った上で、えー、300人ぐらい。えー 参加する授業もあるんですね。で、そういう場合にどうしても人数制限を超えてしまうので、えー、そういう場合は MSTeams を、えー、使用する予定ということになっていますで。すみません、もう時間がだいぶちょっと押しているんですがで、いろいろ講習会もあのまずあたって、それに変わってやりました。で、その他資料提供ののも今やっているところでして、えー、オンライ,ン,、えー、オン,ライン,ガンガイダンス、今やっているです、ね、新入生向けのガイダンスで、とにかく 学生に対して今の大学生ってメールとか見ませんからメールちゃんと見るようにまずメールを送るあとその他にですねあの大学としてポータルシステムというのを別で入れてるんですがそういうのをちゃんと読んでるかどうかの補足を行いました。でそのののの時あある学部がですね毎回あの最初のし、えー、対面の 時に必ずあの数学のテストを実施してそれでクラス分けたりしてるんですが、まあ、試験的にそれを Google フォームズを使ってやったところどうもあのこれまでだったら明らかに難しかった問題もほとんどできてる場合があるというので、えー、だからもうすでに学生の LINE グループが何かができていてそこで答えを押し合ってたんじゃないかちょっとこれは調べてみないといけないんじゃないかという報告がちょっとありました。で 動画を配信するという話もあったんですがあの学生の環境によっては、えー、固定回線がないかもしれないので、えー、そこの、えー、公平不公平をなくすために極力もう紙,紙というか PDF ベースでいきましょうということになっています。えーで えー、すすまません時間がもう,もうちょっと終わり、えー、VIOD で本来でしたら今の時期に対面でサポートもしてるんですが、まあ、それを含めてとにかく学生との接点を一切今をなくしている状態ですでこれだけのことを本当はしないといけないんですが、えー、これも PDF です従来からある資料とあと動画をですね実際に操作してる動画を作,作ってまして、えー、それを見て同じようにやってくださいというふうにして すいま,せんまとめです、まあ、単なるもう実践報告になってしまいますが、まあ、あのこういう形でですね、えー、めあの来月から始めようとしています。ただ、オンライン授業を,これをいつまでやるか、まず2週間ぐらいは GoogleMeet を使ってくださいということでアナウンスをしているんですが、えー、コロナの状況によってちょっとこれがどうなるか分かりません。でえー、学生と ほとんど接点がないものですから、本当に5月7日の時点で、えー、学生がノート PC をセットアップ完了していて、本当に見れるのか、まあ、スマホでも見れますけど、えー、課題を出して、それに対してちゃんと、えーえー、ノート PC でやってくれるのかっていうのが、非常に今、戦々恐々としている状況です。以上です。